はい、どうも木倉です。本日2本目、種取りでございますけれども、前回は、転売は初心者向けではいいけどすごい落とし穴があるよっていう話をしましたね。で、じゃあね、本当に初心者向けなんですけど、インターネットビジネス副業に関して、じゃあどれが稼ぎやすいので、初心者の方でも先がっていうか、はっきり言ってさ、先がというか、どんどんこう膨らんでいく、ビジネスとして、副業でも結構やっぱり継続的にやっぱ収入を得る方がいいじゃない。どっちにしてもね、少ない金額であっても大きい金額にしたいにしても、どちらにも動けるようなやっぱ選択肢を増やしていけた方がやっぱり良くない、ね、そういう面でおすすめなのは何ですかっていうと、初心者だったらね、僕がおすすめるのは、アフィリエイトです。絶対アフィリエイト、もう僕は何にも空になって、メディアも全部アカウントとか全部一回凍結されて、資金もゼロで、全てのデータが消えたっても、アフィリエイト始めるかな。もうそれぐらい。本当に本当に。バイトしながらでもそれやる、カード始めるわ。何でもいいわ、何でもいいわ、本当に。それが絶対始める。もうそれぐらいおすすめします。なんでかっていうと、なんかインターネットビジネスって情報販売だとか、僕なんかもインターネットビジネスのその転売なんかでも、アフィリエイトでも、コンテンツ販売、セールスとか集客、コンテンツの作り方だとか投資に至るまでの、本当に初心者のゼロの状態から、本当になんかね、才能なくても、もう年収、平均3000、そこから上は1億、1億数億とかっていうレベルの、講義内容を僕が元気の間一生涯サポートするっていうものも含めて、権限も含めて売ってるネット企業塾っていうのがあんのよ。ね。本当に今でもずっとサポートとか、もう、塾生さんから連絡くりゃなんぼでもサポートしてるんですけど、最近ではね、その塾生さんからね、社長になった会社建てましたとか、自分やってますっていう時に、企業間での契約いただいたりとか、ジョイントやったりだとか、ちょっとした下請けさせていただいたりだとかっていうのもいろいろやったりしてるんですけど、そういうのってすごい素敵よね。対等でね、やってるっていう形なんですけど、そこでもやっぱりね、基礎的な最初の面はそこを教えてる。で、そうやってこう、僕も企業塾とかコンテンツ販売とか情報販売しても、もうしてるんですけど、情報販売とかは難しい。やめとった方がいいってことじゃなくて、初心者がやるんだったら情報販売っていうか、コンテンツ販売っていうものよりも、人の商品を紹介して、紹介して売れたら入るっていうような形を取る方がいい。で、その中でも、無料、メールアドレスだとか、LINE っていうのが、LINE の ID っていうのがあるじゃない。それを登録して、くれたら、何千円だとか、例えばセミナー集客での案件があるんで、登録してくれたら、お客さん紹介してくれたりとか、参加者申し込んでくれたら1万円だとか、1万5千、3万円だとかっていう報酬とかがある。それ、とりあえず無料、お客さん自体、紹介者相手に基本的に無料、お金を払わせないで、とりあえず見てくださいだとかっていう紹介。本当に街端で、無料チケット販売するようなもん、こう、よかったら来てくださいだとか、そういうので、来てくれた人に対して、毎週に対して、報酬が入ると。もうそういうようなものです。オプトインアフィリエイトって言うんですけど、そういうものがあるのね。で、僕もね、ネットビジネス始めた頃って、オプトインアフィリエイトやったの。最初ね、メルマガアフィリエイト、ブログアフィリエイト、サイトアフィリエイトっていうのを出会って、で、転売とかセドリっていうのも手をつけて、なるほど、こういうことか。でもこれ、時間とか労力考えたら、やってらんねえなって思ったのが転売なの。で、これ結構組織的にやらなくちゃいけないんだったら、今やってる自分の店の方がいいやとかと思ったりするわけ。
いいねだと思って、これなかなか大変だなと思って、アフィリエイトはアフィリエイトでも、ブログでもサイトアフィリ、ペラページのやつでも、ブログでも、メルマガっていう、で、ステップメールだとかで、こう自動配信するにして、メルマガだなとか思いながらも、でもなんかどういう風にステップメール組んだらいいかもわかんない。ああ、くそ、本読んでもわかんねえや。本、なんかそっち系の本全部見たんですけど、もう舐めませんように見たんですけど、まあそういう本の内容でそこまで書いてるやつってなかなかないのね。うん。というか、多分ね、見つかんない。これはね、必ずメンターがいる。うん。だけど、まあメルマガアフィリエイトの中でオプトインアフィリエイトだったら、大体ね、みんなね、友達を、この店良かったよとか、あの人のとこ一緒に行こうぜだとか、もうそれぐらいの感覚でできた。ぶっちゃけた話。すごく簡単。で、その時に言うのが下手だとか、言い回し方が下手だとかっていろいろあると思うけど、それはね、多分ね、無料で検索するだとか、ちょっとメルマガとかで、人のメルマガとかで書き方とか、ああ、こういう書き方されたら、こういう言い方されたら、ちょっと見て興味持つわ、だとか、僕なんかもメルマガってあんまりオプトインとかの案件とか紹介しないですけど、基本的にね、もう友人じゃないと、友人とか知り合いじゃないと、紹介しないのよ、基本。本当に。マジでね。うん。そうなんですけど、他のところ、人とかで、教えますとか言いながら、すごい、そういう案件ばっかりしか送ってこない人とかも結構いいんじゃない？でもそういうのって見てごらんよ。あれがね、無料で登録したら、稼ぎの情報こんなんありますよって、無料で登録したら、その人に、報酬が入るよ。でも本当これ初心者向け。マジで。うん。で、リスト数っていうね、メルマガの登録者数だとか、まあ、読者数、まあ、言ったら、見込み客のリストを多く持ってる方、1万とか2万だとか、すごい大量に持ってる方、もう十何万とかって持ってる人もいるんですけど、まあ、そういう人たちがね、やっぱそういうのを送って登録させると、結構な量入るのよね。で、少ない時でもそれはね、報酬入りやすいし、とっつきやすいと。うん。まずそこからやったらいいんじゃないかなとは思います。うん。で、それで、こういうものかとかって、報酬だとか、登録、まあ、こういうね、僕もずっとペロペロになってるんですけど、ちょっと音消しとかなあかんね。メルマガの登録だとか、購入されましただとか、制約が決まりましたとかってメールがポロポロ来るから、なんで、ブログとかサイトでも、ブログ、ホームページ、今やったら LINE アットも個人でも使えるじゃん。で、メルマガなんかも、まあ、おすすめは僕はエキスパートメール、メルマガだったらエキスパートメールなんですけど、うん。ぜひね、もう、エキスパートメールいいよ。だってあそこに登録して、まあ、次々一番安いプランで2、3000円だったと思うんですけど、払うと、メルマガの書き方とかも、講座とか、ステップメールの構築が、なんとかの設定だとか、もう詳しく教えてくれんのよ。これが一つのスクールじゃん、一つの、みたいな。ぐらいの、もう、なんていうかな、サービスがついてると。商品売るときのサイトなんかも作りやすいそのサービスもつけてくれたり、LINE アットと連動するサービスとかも追加されてたり、今だったら SMS、電話番号だけでもこのメール送れるじゃない、スマートフォンとか携帯とかってさ、うん、そういうサービスとかもね、なんかいろいろつけてね、すごいありがたいサイトとかメルマガサービスもあるんですよ。メルマガサービス言ってねえのかな、まあエキスパいいですよ、うん、ということで、まあそういうね、もしじゃあどういう無料の、なんていうかオプトインサイト、まあ、ASP っていうものがあるんですけど、まあ、いいですかとかってあるんですけど、うん。それもね、おすすめのやつとかね、僕もまたメルマガの中でね、紹介したりしますので、よかったらね、メルマガ登録とかしていただければ幸いです。次回はね、まあ、その次、まあ、初心者がそこからどう手をつけていったら、いいのかだとかね、質問内容とかのお答えだとかね、またしていきたいと思いますんで、まあ、チャンネル登録しておけば、新規で、全体公開した動画はお知らせとか来るんで、ぜひね、登録しておいてください。以上、キクタでした。じゃあね。